けても入らない。痛っ。ちょ、皆さんこんにちは、アリカです。今日はね、じゃん、これを使ってカエル釣りをしたいと思います。はい、こういうケロリングセットっていうやつ買いました。なんかね、見てるとザリガニも釣れるやつらしいです。めちゃ版の釣り方、カエルルアーをカエルダメの前で上下に動かすだけで OK。 草むらの中でルアーを動かして誘って釣ろう。水の入ったバケツに釣れたカエルを入れるとバズれるよ、外れるよ。あ、虫。へえ、じゃ早速開けてみよう。ケロリングセット、あ、こんな感じなんや。可愛くない？なんか、あ、あ、え、あれ、あ、そういうことね。ここでこうや、糸をこうかけれるようになってんや。めっちゃ便利や。糸だらんとならん。はい、こんな感じ。あ、伸びた。え、感じで刺そうかな。え、これこのままでいいかな。え、そうやな、これはこのままでいいや。これで、これもめっちゃいいのかな。やってみたいと思います。草むら、まずカエル見つけなあかん。カエル見つけたんで、ちょっとやってみたい。この水路の中、足音で逃げそう。うん？もっと目の前に落とさなあかんのかな。こいで、あ、カエルさん、ふんかな。お、食べた、食べた。うん、食べました。さ、目の前で落としてあげな食わへんやなと思った。こっちからカエル見つけに行かなあかんやな。ピョンって飛ばへんかな。緑に、あ、あ、いた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 。なんか今飛んでんけどな。あ、ほら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 、2位って言った。え、全然空気ないやん。え、上下ってゆっくりなんかな。めっちゃ目の前にしてみよう。カエルって食うの下手っていうの。全然逃げてるわ、いいわ。カエルってめっちゃ飛ぶんやな、びっくりした。めっちゃ飛ぶ、これバタやもん。いやいや、あ、いたいたいた、ウィウィウィ。え、でもなんか見えてんのかな、ほんま。めちゃめちゃ目の前落とそうな。え、なんかもっと簡単に釣るかなと思ったけど、意外と難しい。全然見てくれない。あ、発見。ちょっと横に落としてみる。むずっ、逃げんねんけど。バッタもんや、ややこしいよ、めちゃ見てる。あ、これはカエルや。これカエル、カエル、カエル。はや、警戒心強いカエル。え、警戒心強いカエル。
あ、今食おうとした。ほら、イエーイ。あ、もういいの？あってまでのさ。あ、見てる。はい。イエーイ。イエーイ、一匹。うわー。あ、すぐに寝ちゃう。まあ、先気づかれたらあかんな。なんかぼーっとしてる。帰る方がいいな。なんかほら、あ、乗っけちゃった頭。あ、いや、やった、ちょっといいサイズ。イエーイ。おれれれれ。イエーイ。こんな感じ。めっちゃ咥えてる。見えるかな。あ、逃げようとしてる。賢い。じゃあね。これどうやって外すの？あ、めっちゃいる。何で見てくれるの？こっちの気配に感じてんのか。あ、なあって。あ、もういいよ。あ、ぬるま湯。ふぅー。あ、今いたな。茶色いバッタと緑のバッタ。もしもーし。もう嫌だ、だって歯が生えてるから怖い。何でも歯が生えてる。あれ、いいな。一回通ったらみんな行くんやろか、どっか。今食おうとしてたで。あ、え、これ食ってんのか逃げてんのか分からへん。ほら、食われてる。手で持ってるやん。ちっちゃいから食えへんのかな。でもこっちのちっちゃかったのに。面白いな、これ観察に行くか、こっち。そのガラどこ行った？あ、食べた。イエーイ。これはちょっと右に入った。あ、閉まってた。好奇心持ち合うんかな。あー、いた。ん、よかった。無視やった。緊張してきた。うわー、緊張した。飛んだらすぐ分かんねんけどな。魚がいる。これ小物釣りしたら釣れんじゃん。へっ、へっ、学習。うわー、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。え、これ小物釣りやりたい。あ、いた。え、でもバッタかもしれへん。ちなみにこれほんまは夏本番で夏やろうとしたんやけど、ちょっとタイミングなくてできなかったので、これは予行練習です。来年の夏に向けての。今でかいのいた。でも警戒してしまったかも。死にたいまま。あ、入れちゃおうか。バットの色変えてほしいよな。あ、ちょっと待って、絶対いる感じ。え、ちゃうかな。もう変えるやんか。どういう気持ちで見てんの。気づいてんの。気づかへんふりしてんの。逃げてもた。あ、またいた。またいた。あ、これ食うわ。ほら、
ほら、あ、逃げた。この辺引き抜いたらあかんぽいて。え、トラペロペロってやってんねんけど。もうちょい待った方がいいよ。ちっちゃいからかな。もう固まってもた。固まってもたらあかんねん、もう。あ、なんかいそう。あ、ほら、ほら。そんな食べる気しーひんやな。またちっちゃいから、あ、食べた。ほら、でもな、これ食われてるけどさ、全部飲み込んでへんからさ、イエーイバイバイ。はい、箱の中に挟まってくれたカエルちゃんです。ちょうどこっちを見てくれてる、かわいい。ということで、途中で結構バラシも多かったんですけど、何匹か釣り上げることができました。カゴに入ってないって言ってるけど、でも来年の夏が本番やから、いい予行練習になったかなと思います。それではカエルちゃん、リリースします。ということで、帰り釣りやってみて、思ったよりね、めちゃめちゃ楽しかったです。